はい、皆さんこんにちは。通勤の自由な時間へようこそ。さあ、今回はマーベルフューチャーファイトから新しくアップデートが来まして、なんといろいろユニフォームなりアイアンマンの今ティア3からティア4にできると。これだ。ワールドボスレジェンドをクリアすると潜在能力ポイントが獲得できますと。これでティア4にできるらしい。これだ。で、このティア4は、まあ、攻撃成功時、2500分のスーパーヒットシールド生成と、最大 HP75% もチャージ可能10秒と。で、1% 分の攻撃増加で最大 70% 適用10秒。っていう感じで、バフって感じの。技とかじゃなくてバフですね。で、このゴーストライダーのユニフォーム、まあロビンの方ですな、ロビンで、このアイアンマンとブレードな。あとはロビンって言ったけど、ロビーね。ロビーで、こいつのスキル、やってみましょうか。で、こいつのスキルはどう変わったのかな。だいぶ派手だ。顔もいかつくない。はいはいはい。強そう。かっこいいね。はいはい、派手だね。範囲もひどいね。で、次と。で、次どうしようかな。じゃあブラックウィドウ。このブラックウィドウさ、エロくない？まあ結構強くなってるらしいね。おお、はいはい、全部技一新されてるね。で、このティアの方はどんな感じなんだろう。だ、ああなるほどね。はいはいはい、6はそこまでだね。で、次ブレード。ブレードはどこまで変わったかな。はいはい、なるほどね。まあ周りの派手さを見たら、まあまあコンバットだし、まあそれ相応のスキルやな。まあ5番はちょっとダメージとかあるけど、結構な多段ヒットあるけど、まあね、まあ6番。おー、6番は結構範囲広いしヒット数も多いね。で、本命、アイアンマン。アイアンマンな、コスチュームは MCU バージョンで満足なんよな、結局。どんなもんだ？ああ、そうね。はい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 。おすごい派手けどね。ああ、もう使えるね。で、まあ試しにこの配信前で使ってみたんですけど、こういう感じだね。本当にまさに MVP シーンみたいな感じ。
で、ダメージ数も上がってるから、結構ね、いい感じだと思う。モーションが変わってっけど、まあ、ティア4にしたら、そう、ここまでな。どう変わるんかな。これはさ、結構な、ほら、ねえ、ユニフォーム効果とか、ほ、あー、まあなー、まあ好みじゃないかな。まあ山のせっかくね、あれが来たしね。はい、とまあこんな感じ、ティアホースにはワールドボスのミッションをやんなきゃいけないということで、まあアップデートでね、いろいろティアフォーするの大変そうだね。まあまあそんな感じでアップデートが来ましたよという動画でした。この他にもゲーム実況はエルデンリング今3週目をやろうという最中ですけど、まあ3週目動画近々上げる予定です。他ホットトイズの MCUのフィギュアを紹介したりとか、今はあのグリーンバックであの動画を撮っているので、そちらも見ていただけると嬉しいです。まあ慣れてない部分があるので、まあまあそこら辺はあの使っていきながら慣れていきたいと思います。まだチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。